皆さんこんにちは。今回はアレキサンドロスのボーカルや俳優として活躍している川上洋平さんについてです。塩顔イケメンとして人気ですね。そんな川上洋平さんが2021年3月14日放送のおしゃれイズムに出演します。初恋相手が登場するという予告映像も流れていましたね。そこで気になる川上洋平さんについて調べてみました。調べたところ、川上洋平さんは現在独身です。たびたび結婚の噂が飛び交っているようですが、噂止まりのようです。結婚される日も近いのでしょうか。さらに検索すると出てくる父親の職業についても合わせてまとめました。川上洋平さんのプロフィールを見ていきましょう。生年月日1982年6月22日出身地神奈川県川崎市、出身校青山学院大学法学部、趣味映画鑑賞、職業歌手俳優、事務所 UKP 所属アレクサンドロス。アレクサンドロスが結成されたのは2001年。何度かメンバーが交代しましたが、現在のメンバー川上洋平さん、磯部博之さん、白井雅樹さん、正村里康さんになったのは2010年です。川上洋平さんは9歳から14歳までをシリアで過ごします。これは父親の仕事の関係だったようです。川上洋平さんには姉と兄がいますが、シリアに両親と一緒に行ったのは川上洋平さんだけだったそうで、姉や兄とは少し年齢が離れているようです。シリアではインターナショナルスクールに通っていて、生活は英語でしたが、中東訛りがある英語だそうです。さらに両親が関西出身のため関西弁も使うそうです。実は早稲田大学社会学部にも合格していましたが、バンドとしてデビューしたいと思っていた川上洋平さんはミュージシャンを多く輩出している青山学院大学への入学を決めたというエピソードもあります。本当は在学中のデビューを目指していましたが、その夢は叶わず、大学卒業後一度は就職し、広告代理店の営業職に就いていました。もう一つ川上洋平と検索すると出てくるのが父親、職業というワードです。これはもしかしたら川上洋平さんの父親ってすごい仕事をしている人なのかもしれないのではと思い、調査すると川上洋平の父親は商社マンだったということが判明しました。商社マンといえばやはり世界中を飛び回る仕事というイメージがありますよね。シリアに5年間住んでいたのは父親の仕事の関係ということでしたから、商社マンなら納得です。父親は川上洋平さんにも商社マンになってほしいと願っていたそうですが、実際は商社マンではなく広告代理店の営業マンとなってしまったんですよね。家族はとても仲がいい家庭で育ったようですが、父親の願いは叶わなかったんですね。現在独身の川上洋平さん、調べたところ現在お付き合いしている人はいないようです。しかし付き合っているのではと噂になった人は何人かいるようですよ。川上洋平さんと付き合っているのではと噂になった人をまとめてみました。一人目はモデルの飯豊まりえさんです。川上洋平さんがボーカルを務めるアレクサンドロス元シャンペインが2013年にリリースした涙がこぼれそうの MV で共演しました。共演以降アレクサンドロスのメンバーと親しげな写真を SNS にアップしていたことで噂になりました。しかし実際に交際しているという情報は結局出てこなかったので、これは単なる噂の域だったようです。次は永井佳林さんです。永井さんは飯豊まりえさんのマネージャーです。きっかけは永井さんが2018年に上げたインスタストーリーのようです。アレクサンドロスのZOZOマリンスタジアムでのライブに訪れ、VIP席で鑑賞していたんだとか、ファンの間では匂わせではないかと話題になりました。発端はZOZOタウンが運営するウェアというファッション専用の SNS にチャンユーさんという女性が川上洋平さんとのツーショットを投稿したことです。どうやらシャンペインのライブ会場で川上洋平さんと遭遇し、ツーショットを撮ってもらえた
ファンの方のようです。しかし瞬く間に写真が拡散し話題となりました。次はガールズバンドサイレントサイレンでドラムを担当する目村ひな子さんです。ひなんちゅという愛称でおなじみですね。画像は特定できませんでしたが、同じブレスレットをつけて匂わせをしていたというツイートがありました。次は元女優の清水文香さん、現在は千貫佳子さん。2017年2月に幸福の科学に出家したことで話題となりました。千貫佳子さんの著者全部言っちゃうねで、元交際相手だったという芸能人の特徴を挙げ、それが川上洋平さんなのではないかと言われ噂になりました。結局川上洋平さんではなく、カナブーンの当時のメンバーである飯田悠馬さんだったことが判明しました。川上洋平さんはインタビューでタイプや恋愛観を語っていました。タイプとかはあまりないけど、仕事や何かに一生懸命になっている女性は魅力的だと思います。僕は自分から告白しますが、石橋を叩いて渡るタイプです。というのも好きになった人とは絶対に付き合いたいんです。なので相手が自分のことを好きかどうかわからない、もしくはちょっと可能性が低いなって時に告白しても絶対に付き合えないじゃないですか。そんな状態で告白して振られたら一生その人と付き合えるチャンスを逃しちゃう、満を持たして告白するタイプだと言っていました。ロックバンドアレクサンドロスのボーカル&ギターの川上洋平さんは一度も結婚したことがないにもかかわらず、人違いから既婚者扱いされ離婚して現在は独身となり、それを認めたことにされてしまいました。そのきっかけとなったのは清水文香さんの暴露本内に記述があった元交際相手に関するキーワードが川上洋平さんと条件が似ていたことからでした。実際は川上洋平さんではない別の人物だったことも判明しました。父親の職業についても検索すると出てくるワードで、父親は商社マンだったことが分かりました。シリアに5年間住んでいたのは父親の仕事の関係だったので、商社マンなら納得ですよね。アレクサンドロスの活動のみならず俳優としても注目されるであろう川上洋平さんの今後がとても楽しみです。いかがでしたか。今回は川上洋平さんについて、結婚の真相、川上洋平さんの父親について紹介していきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。